What's up guys? This is Tara here. So today! 今日はですね、実は自分学校のあれでバンドをやってるんですけど、プロの人とかのバンドの途中でのこの動きとかを見てると、マジで真似できないんですよ、絶対に。すごすぎて。だから、今日は、全部真似したろうかなと思って。声真似とか上手い人いるじゃないですか。声真似で、アーティストを真似るっていう人がいると思うんですけど、僕は残念ながらもう声真似をする才能がないんですね。まあ例で言うと、星野源とか。おぉ、はよう、よの、な、あと誰？取れてるよね。あ、取れてる取れてる取れてる。ヒゲダン、ヒゲダン。ヒゲダンいきます。これから歌う曲の内容は僕の音。次は誰？どんどん声、どんどんもう。スキマスイッチいきます。スキマスイッチ。改札の前つなぐ手と手。いつものざわめき。新しい風。次ね。例あげるのにこんなに人いるかなってぐらいやってるような気もするけど。まあ、どんどん行こうね。嫌いだい、嫌いだい、嫌いだい。Maybe 理想だって少し疲れるでしょう。Tell me どんなことで。あ、ね、もう無理やねんって。なんで関西弁？無理なんです。そうだけど、真似したいじゃんみんなね。声真似なんても才能ある人しかできない。でもね、でも動きっていうのはもう真似できるかもしれない。動きなら真似できるんじゃねって思っちゃったんだよね。そういうこと。だから、いろんなアーティストのライブを研究して、動きいろいろ真似してみて、マイクとか使ってやってみたら、それっぽくなって、その人っぽく、歌えた風になるんじゃねーの説。どう？いいよ。そこまで。わかったかな？今ので。わかったことにしよう。わかったね。今回のために買いました。マイクとアンプを。で、今回買ったものは何かというと、Amazon でめっちゃ安くなってたギターのアンプ、ボックス。これなんか1万円くらいだったのを5000円だったの。今、カメラのスタンドにしてるんだけど、軽くレビューするかじゃあ。軽くね。めっちゃ軽く。めっちゃ軽いから。うん。シュアーのゴッパッチ。あ、で、コードも買った。ピンボケー。ピンチ。これを使って、今日はいろんなアーティストになっていこうと思います。この動画を参考にしてね。みんなもライブやるときに、この動きしたら、あ、この人っぽく歌えるんだなって。この人の曲をライブで歌うときは、この、タイシートゥルル、タイシーの真似をして、ちょっとステージ立ってみればいいんだなって。それではやっていきましょう。Let's get into it!Just give me a reason to keep my heart beating. Don't worry, it's safe right here in my arms. As the world falls apart around us, all we can do is hold on. You're coming!涼しい風吹く青空の匂い今日はだらっと過ごしてみようか風鈴がちりんひまわりの黄色私には関係ないと思っていたんだ夏が始まったあいつ
すがした。傷つき疲れるけどもいいんだ。次の恋の行方はどこだ。映画じゃない主役は誰だ。映画じゃない僕らの番だ。はいはいはい、他誰かになってなれやしないよ。そんなの分かってるんだ。そう信じてみたいの。かすかな自分は愛せなかったとしても、ティ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 ネージャーフォーエバー、ティネージャーフォーエバー、ティネージャーフォーエバー、ティ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 ネージャーフォーエバー、ティネージャーフォーエバー。ごめんね、怖かったの。ごめんね、ピコ。ここはいっぱいあるわ。ピコちゃん、怖いって。離れた。怒ったで。